富士ソフトサービスビューロー株式会社は、東京都墨田区に本社を置く、コールセンター事業や BPO 事業を主業務とする、企業。富士ソフトグループの会社。日本年金機構など観光庁からの発注される、業務を強みとする。国内4カ所に、地方拠点、国内5カ所に BPO センター、国内5カ所にコンタクトセンターを有する。 1984年の創業以来、お客様に信頼されるベストパートナーを目指してを基本方針に掲げており、IT を活かしたサービスを展開するトータルアウトソーシング企業を標榜している。富士ソフト株式会社が55.62%出資する子会社。2018年3月期の売上高では、日本年金機構からの売上高が40.3%を、 閉める。総合表から札方式と大型案件の複数年契約に優位性を有す。ロボティックプロセスオートメーションや人工知能などの富士、ソフトグループの IT 力を利用して、業務効率化や、工数削減に、積極的。株式の状況を株主従業員の状況、東京証券取引所市場、第2部への市場変更承認に関する。 お知らせ富士ソフトサービスビューロ2018年9月28日2019年2月1日付で1株に月2株の株式分割を実施。ありがとうございます。